ケガ説チチン。いくよ。あれ、ここ？車の件。ああ、はいはい。Nice garden. I like it. I love it. I think I like it. Ah! Is it a parking lot here too? Interesting. Something to notice here. Look at the quality of these. Some of the older houses are just wood crap ones that are falling apart. So even though this house was built in, was it 61, I think? It's not that. It looks like it's been redone, actually. What the heck is this? Water? Have you ever seen a well in a house like this? Interesting. So, yeah, that's good. And you can see that the windows are decent as well. Can't tell, it's got double roofs, but up there it looks like it's decent. Oh, it's a Colorado roof. Okay. Open this up. お邪魔します。どうぞどうぞ、ゆっくりお願いします。すいません。よかったら図面をお渡しするので。はい、ありがとうございます。図面ですね。はい。砂壁ですね。そうですね、砂壁です。面白いですね。いいよ。Oh, you got the floor is not so good. これ危ないね。これ直さなきゃいけないってことですね。どこまで値段までいってるかどうかちょっとわからないですけど、これ畳だけかもしれないですし、ちょっとわからない。いや、ちょっと欠陥ある。いつも下の方の弱い木材があるから、うん、全部取って。まあ、これも古いけどしょうがないんだから多分直さなきゃいけない。全部そうだね。してる畳は大変ですよ。みんな厳しいし、なんで住む時は汚いとか言う人がいるね。まだ作れる、それも大事ですね。そう、この家は斜めになってるんですか？調べてないので、スペース的には斜めにしててもおかしくないです、ね。そうだね、古いからね。はい。やばい。とりあえず OK。70s walls. Hmm.
キブリだ。Just in case you didn't see, there's the ゴキブリ pieces. 見ない方がいいですよ。近くしない方がいいですよ。熱出たらよくないから。そう、あなたにあげたくないよ、ごめんね。あれ、こっちもドアあるんですね。はい、向かって口がですね。見ていいですか？全然全然降りてください。本当？はい。あ、あれ？あ、こっちもあった。あ、ドロブが逃げる。さようなら。あ。Hey neighbor, would you like to be my neighbor? こんにちは。古いやつですね。すごく古い。うん。気を使えないか。悲しいね。これ掃除できるかな。See how dirty that is, but good cleaning. Copy killer. Ah, still looks decent. Nice high roof. I like that.Some glass here. So I was like saying, look at, you can see how these are newer. They double paint. Well, they're really pretty thick, I guess. こっちもすごい。これ壊れてる。こっちもダメージ。これエアコンってこと？あれ？こっちにもエアコン。これエアコン？エアコンがついてたんだ。うん。あ、外外気は外にあったよね。面白い。何これ？え、いつもの。Old kitchen。はい、あ、こっちか。あれ？そこですね。そこの上に入ってて。ごめんなさい。なるほど。あ、じゃあ大きさ一緒じゃないってことですね。See, that's where the air con was put. あ、守りはないんですかね。守りはないです。それも大事ですね。ああ、壁が見えることやなきゃいけないこといっぱいある。ああ、やばい。1、2、3、4、うん、あれ？あれ？洗濯機の水
水は入ってるんですけど、排水がないので、おそらくそっちに流してたんだと思います、住んでた方は。やばい、うんと、ホースをつけてこのやり方はないかな、例えば、こっちの窓からとか、うん、なんかここから何かするとか、排水作るとかはできるのかもしれないですけど、それが自分で穴開けてやればいいんじゃない、うん、だけど、キッチンにやろうとちょっとおかしいけどね、何ここにやるかな、この泥はなしして、こっちにやればいいんじゃない、うん、はい、そうですね、それもできると思います、そっちの、例えば排水とつなげちゃうとか、はあ、うん、これも掃除できないかな、うん、もったいない、ここはまだ使えるんだけど、あっちちょっと足りないこれ高いんだからこの辺直す直す、うん、今までの人たちはなんで断ってるんですか、ここ駐車場、駐車場ない、近くに1台はあるのはあるみたいな、あるんですけど、はい、ただ車がここにまず入れないっていうのが、そうだね、その駐車場1ヶ月いくら、いくらですか、1ヶ月、1ヶ月は確か1万円しなかったはずです、8000円ぐらいだったかな、8000円？近くにあるのが8000円、パーキング8000円、うん、近いんですか、本当ですね、そんなに遠くに、ナストア、近いですね、近い、今、はい、ここなんです、この、うん、この辺りなんですけど、ここです、あ、くない、うん、1台しか入ってないってこと、1台しか入ってなかった急になくなるかもしれない、そうですね、それは、それが2月の24、5日に聞いてる話なんで、ああ、分かんないですね、はい、外のこっち側に、はい、プロペンガス、お、やばい、あれ、水大丈夫かな、あー、ちょっと待って、やばい、こっちから出ればよかったこれ1個、じゃああの人はいなくなる前に交換したってことかな、うちで買いました、うちで買った、はい、うんと、なんでかっていうと、はい、ガス屋さんと付き合いがあるんで変えてもらったんですけど、はい、なるほど、ただ、ガスのここプロパンなんですよ、はい、でそれが日ガスなので、日ガスさんとご契約してもらうことになります、ガスは、はい、あの10年間だったら10年間で契約をするので、それで給湯器とか新しく、ああ分かったよ、うん、それが代わりに無料もらってるけど、そうそうそう、契約はもし変えたいんだったら違うガス屋さんにお願いするときに、はい、あの違約金がかかるので、はい、それを負担してもらって変えてもらうとかっていうことはできると思う、知ってる、いい感じですね、うん、あの、じゃあこれ1個とあっちにも1個あるですね、ごめんなさい、こっちも1個、うん、まあ代わりにつけるのは安、無料になるってことですね。そうしてるよ。これ何ですか？自分の水ですか？井戸ですね。水出ないと思います。出ない？昔？昔使ってた井戸です。面白いね。なんか作れるかな、ここに。庭。庭。
もったいないなんで木切ったんですか。すごい木だったんで。あ、切ったんですか。切りました私たち、はい、もったいない木が好きですよ。あ、好きです。もう大きいけどね、かわいそう。だって隣家見たくないんじゃん。自然がいいですよ。だってまた作るのに時間かかるんですよ。木はそうですね。なるほど。OK. Here we are.